鎌倉幕府の将軍鎌倉殿を支えた13人の御家人たち、埼玉県ゆかりの武蔵武士や比企一族もその一翼を担っていました。彼らの足跡は今なお県内に点在し、全国的にも注目を集めています。番組ではこれら歴史的建造物を周辺の観光スポットと合わせて紹介していきます。こんにちは、鎌倉殿の13人安達遠元役の大野康弘です。埼玉に残る鎌倉時代ゆかりのスポット巡り、今回は川越市を巡ります。鎌倉殿にゆかりが深い武蔵武士川越重頼ゆかりの上洛寺とその周辺のおすすめスポットをご紹介しますよ。いざ川越市。平安から鎌倉末期頃にかけての豪族川越重頼が拠点としていた川越館跡、上洛寺はその一角にあります。こちらには源頼朝の弟源義経とその妻里御前の供養塔があります。里御前は川越重頼の娘であり、二人の供養塔とともに重頼の供養塔もあります。里御前とか教師いますけども、その方は頼朝の命令で、ね、お前の娘を女子のところに嫁がせろと言われて、京へ登ったんですよね。本当にあれですよね、その幕府の中枢の近いところにいらっしゃって活躍されてたんでしょうね。そうですね。でもあれですね、頼朝さんと義経さんがね対立しなければそうです、ね、もしかしたらねまた違った、ね、未来もあったかもしれませんけども ね。境内を含む一帯は川越市の館跡として国の史跡に指定されています。広いですね。大きかったんですね。いろいろ建物がありましたからね、昭和42、3年頃に、宅地開発があったんですよ、でブルドーザーが入って、道路作って地鳴りしてたんですね、そうしましたらそこに、一つ石が出てきたんです。ほう、もう大きさというとこれが大きさでしょうかね、はい、でそれを見ていた人が、あ、これはもしかしたら要するに家の基礎であるね、台である礎石ということなんですけどね、そういうんじゃないかということを、教育委員会に通報して、はい、そうしましたらば、全体が史跡になってたと。驚いたでしょう ね。平安時代末から武蔵の国で有数の勢力を誇った川越市、中世の武士の実態を解明する上で重要な国指定史跡となっています。続いて大野さんが向かったのは川越氷川神社。1500年もの長きにわたり川越を守り続けてきた神社で、縁結びの神様として大勢の参拝客が訪れます。本殿は江戸堀と呼ばれる関東特有の彫刻が施され、ここにも鎌倉とのゆかりがあるそうです。こちらの上半分に施されている大きな3枚の彫刻がご覧になられますでしょうか。はい、これも迫力ありますね。こちらがまさに鎌倉に非常にゆかりのある彫刻でございます。そうですか、はい、舞台は鎌倉の由比ヶ浜になります。はい、鶴岡八幡宮の北条絵という祭礼の様子を彫刻に施したものでございまして、まさに一番右側の傘の下にいる武将が鎌倉幕府を開いた頼朝公でございますね。鎌倉殿ですね。いやそうですか、この頼朝公がこう家来たちにこう鶴を放てというふうに命令をしているところ、家来たちがこの鶴をこうまさに逃がすシーンですね。で一番左側行きますと逃がした鶴が大空に飛び立っていく様子を、もしかしたら御家人の中に私いるかもしれませんね。ラストオマさんも鶴をねこうやってやって、いや本当にこう精巧にね作られてますね。そうですね。そして川越氷川神社といえば人気の鯛みくじ。赤い鯛は1年安泰みくじ、ピンク色の鯛は愛鯛みくじというなんともユニークな名前のおみくじです。縁起物ということで
これは逆にもうなんか選ばないで目つぶっていきましょうか。よいしょ、これ出ました。すごい一発。末吉、微妙です。今までの苦しみ煩いもいつか消え、心楽しい時が遠からず来ます。鎌倉時代ともゆかりの深い川越で、歴史に思いを馳せながら良縁を見つけてみてはいかがでしょうか。鎌倉時代ゆかりの県内スポット巡り、今回は川越市、上楽寺や川越氷川神社を紹介しました。いやー、鎌倉と川越、もう関東を代表する観光スポットですけども、遠い昔からこう深いつながりがあったんですね。埼玉県には鎌倉時代ゆかりのスポットまだまだあります。次回も新たな場所発見しに巡りますよ。どうぞお楽しみに。